出発進行。暑い。車で高速乗る。そう。クロワッサンは細いになってるけど、あれをググッと巻いて、その間に油が染み込んでるからさ、同じような感じなんだよね、食感とか。そこ。おお。普通のお家を借りたってことだよね。車止められないじゃん。観光バスも。こんにちは。です。どうも。あ、あそこの、はいはい。はい。はいはい。はい。お邪魔します。そうそう。そうなんで。手洗い殺菌。ズボンで拭いたよね今。うん。シンデレラなのね。ハンカチ持ってきてないから。でも髪もあるのに。でこちらが温まってるので味がちょっと違うんで、ヤギがどこにいるんですか。はい、あ、もう一回いたんだけど、今回1キロ半ぐらいのね、ザボシガーよりももうちょっと手前の方にあるんだけど、それもヤギたちはいなくなったので五輪中になってしまったので、もう年がね13歳でみんな年の子を持ってたんで、次々といなくなり、最後どうしようかなと思って、こっちも年取ってきたんでやめて。でこれは買ったものだけどすごく似てるんですよ。あでアッシュってあの灰をまぶしてるの、それがとても美味しい。いただきます。食べてもらっていただいちゃったら申し訳ない。お願いします。あ、いきなり顔隠しちゃった。はい、出ました。出たばかりのこの片岡義雄旅する一冊、はい、サイン会です。お願いします。じゃあ、乾きもついてますよ。はい、特別ですよ。どこに住んだっけ。え、あ、さっきのあの他の人がやってるとこで、ここか、ここか。あ、じゃあそこで、ね、そこで。あ、ここだといい。黒で。あ、大丈夫です。あ、こっちが割と太めで、こっちね細め。はい、ちなみに今から40年ぐらい前ですね。あ、そうなんだ。40年、怖っ。怖っ。いくぞ。あ、ちょっと
薄い。あ、薄かった？すいません。いいですよ。はい、星が飛んでます。日にち変えておきます。21年5月21日、レイコ M ですね。サインは40年変わっておりません。言いました。ありがとうございます。何いきなりだ。真似てみた。あ、なるほど。その写真のようにね。シワがない頃です。はい、ありがとうございます。はい、なんじゃない気に。あ、よいしょ。彼の仕事の中で、はい、ありがとうございます。打ち勝ってゆっくり飲みます。お願いします。泣いてください。ごちそうさまでした。あ、いいですよ。え、あ、そう、これ。あ、本当だ。有名なカエル、これ。これ餌を。餌を待ってるってことかな。夜になるといっぱい来るから。あ、そうなんだ。これ中に入っちゃってるんだよね。コバエを待ってる。コバエを待ってるのか。死んでるのはダメなんだって。あー、やっぱりね。でもう一匹いるんだけど、今もう一匹が見当たらないね。かわいいでしょ。これさ、絶対さ、この黒に化けてるつもりだよね。あ、そうだね、色変わってるもんね。動いてね、呼吸してるか。でね、前ここから顔出してたの、ここから。やば。あ、これやばいよって。取ろうとしたらピョンって乗っかって、乗っかったみたいな。そうなんだ。めっちゃウケる。めっちゃウケるよね。貼り紙してあるし、ここに。うん、そうよ。ねえ、お二人は撮ってよろしい。はい。ありがとうございます。じゃあ、撮ってるところをまた撮るっていう。こんにちは。どうも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 。タメちゃんだ。タメちゃんバイクちっちゃいし。あれ？タメちゃん知ってる？あ、知ってる知ってる。知ってる？うん。うん。だって一緒にキャンプしたし。ちょっと見たかも。あれ？アップするけど。こんにちは。何こそこそ話。じゃあさようなら。本持ってるってことらしい。あ、そうそう。カメラ持ってよか。じゃあ、はい、こんにちは。こんにちは。あ、なんか動いちゃった。猿に襲われてませんか。猿に見てるね。襲われそうです。覚えてるね、ちゃんとみんな。見てる。だってすごいんだもん。相手ね。そうなの。うちの周り結構ね、猿いっぱいいるんですよ。この辺はいるの。うん、いないんだよね。あ、いないんだ、これ。熊いるけど。よし、じゃあ行こう。では、ありがとうございます。